夢寝れた。うん。夢なんか。俳句は極めてない。あ、そう、昨日特集やったろ。もう、ちんちゃん、その間眠っとった。ここで。何で起きたの？なっさっていうの。いや、しんきな。髪切ったってわかる？ちょっとここの方がね。だいぶ切ったんだけど、うん、お母さんが伸びてしまった。梅美さんの話だけ。梅美さんの甥っ子だけ。あ、そうなん。梅美さんの兄弟の子。どこ食わんの？うん、その富士とか。ああ、そっか。うん、割合うわで、あの収容しなるけな、散髪の。ゆきちゃんもそうやったよ。え、なに？ゆきちゃん散髪屋さんじゃな。ゆきちゃん、うん、どこで？あれ、今知らんけどな。違う、あの、そのこと分かった今するわけだよ。名古屋の方でもしよったで。いつ食べに行ったの？そして、はるみさんが外へ出んようになってから、もういつも行ってカットしよったんよ。自分から進んでね、ボランティアでしよったんだけど、いや、そうなるするけん、もう絶対恋でしてやりよるのに、もういかん腹立てて、ゆきちゃんが、意味わからない。ゆきちゃんがな、ボランティアでな、はるみさんのとこ行ってしよったんや。はるみさんが外へ出れんけん、うん、カットをな、うん、早くぞ、お昼の弁当は富士で買うたりして、はるみさんの分も買うてしよったんや。長居するのがはるみさん耐えて嫌じゃったんやろ。ゆくちゃんが行って長いことおるいうこと、うん、と思うんで、お母さんの考えは。それいつの話？もうずっと前や。あげお母さんが待ってまでおるおるじゃけ。ゆきちゃん髪切れるときは何、食べてやりよった？うん、食べじゃない。な、町の一人の時は野村へあっちこっち行ってしよったけど。一人の時で結婚する前？うん、うん、で、結婚してからは旦那さんがまあ転勤いうか、あっちこっち行きなんて、そこへ行ってやりよったんや。うん、松山へ来い来い言うけ、一人の時にお母さん行ったんよ。どこ行った？ゆうやま言うけ。一人の時っていつ言ったの？一人の時。お母さん一緒の時。どういうこと？高校生ぐらいの時よ。そしたらゆうやま行ったな。取り替えようになったんよ。とらげたっけ、お母さん。何の鳥？鶏。うん、話し合いにしてな。で、あの人ら、うん、利口な人だけ、退職する前はな、やっぱ。いや、あの人らって給料が良かった。いや、もうそんなもん金ならせいいよ、もう。ゆきちゃんの旦那さん。うん。
三浦のおっちゃん体格いいな、年の割に体格、うん、やっぱあの人もいろいろとしなくな。何上がっとくから何をいらんの。いや世話するな、おばちゃんの言ったら若い時に遊んでおけんな埋め合わせよ言っておっちゃがいなくて。もうパーキンソンになって長いんやのか。パーキンソンか思ったら意味がわからんんじゃけど、交通事故で背中の方やられたんと、それから行けんようになったよ。それパーキンソン誰がパーキンソンって言うた最初。お母さんそう思っとるんよ。違うってね、それパーキンソン。そう思っとるんだよ。交通事故になっとるのにパーキンソンになんかなるわけ。言ってなったんよ、奥さん。ん？なんて？あのおばちゃんが言いなったんや。パーキンソンと言いなったんや。それはそれパーキンソンじゃないのに。マキコさんから。誰さん？マキコさんと言いとったけ。病院は9時に開くん？ 8 時半に開くん？もう8時半には掃除しようになるがなかった。そんなこと聞くね。あの9時先生は、うんうん、8時半からもうみんな入って待ち寄ること。誰じゃきとんはん。いやいや、そんなこと言うんじゃないって。一人でいいんやけど、8時半から入れるっていう。うん、8時から入れる。1時間も待つの嫌だろ。うん。